山田です。いやー、今日から皆様地域限定色違い狙ってますかね。はい、日本だとザングースですね。はい、こちらが出現しているという感じですね。ザングースね、あのね、ちょっと出現率どんなもんかね、すっごい不安だったんですよ。ポケモン GO だとですね、色違い追加になったけどそうでもないですみたいな、そんなに湧いてないですみたいなことが今までもあったんですよね。はい、だから、これどっちかなと思ってたんですが、上がってますね。よかったですね。今僕だとですね、ニアバイ2箇所映ってるな。これが、もう1箇所あった。ここあー、オッケー。あ、すぐ近くですね、この噴水の方ですね。あ、ちなみになんですけれども、今日の朝5時以降だったら、そのイベント対象がですね、その卵に入ってる。まあ、どういうことかというと、卵の5キロ卵の中にですね、今回のザングースとか、それ以外にもいろんなですね、地域限定たちがですね、含まれるようになっているんですね。ということで、まあ、それ以外の今2玉とか10玉とか入っちゃってるんですけど、今入ってる5個は、ザングース、まあ、つまり色違いのザングースとかもね、ここから狙える可能性がありますので、ちょっとこの5個をですね、割っていこうかなと思います。ロケしてたら多分ね、普通にこいつらが孵化できると思うんで。ということで、こいつら一回入れた上で、ニアバイのですね、あそこにいるやつですね、はい、取っていきましょう。はい、出てきました。タプー、どうかなと。赤い、青ざめていただけないか。もう青に染めてきてくれないか。探さねば、青ザングース。え、んー、どこで、これ、こういうのね。よいしょ、おらどこだ。はい、ちょっと引き続きザングースね、触っていくんですけども、今日からですね、追加になっている、タスクですよね、これの紹介していこうと思って、確か3つ4つぐらいかな、今日来てて、まず1つがですね、結構みたいな、一番ね、紹介したいやつが、下見てください。世界観光の日、捕まえた場所の距離が1万キロ離れているポケモンを交換すると。はい、1万キロってですね、ざっくり日本の、まあ、日本もね、場所によってそれ変わりますよ。僕はまあ今回東京から一応調べたんですけども、東京からですね、まあ、アメリカですよね、アメリカです。はい、地球ってこう横にかな、横にこうグーって回っていくと、一周がですね、大体なんか4万キロとからしいんですけど、まあだから1万キロ、まあ、4分の1ですよね、地球4分の1も、もう下手したらもうちょっとなのかもしれないですけど、なんかわかんない、計算がわかんないから。ハードル高くね。鬼高くない？いや、これだって世界観光の日、観光ってさ、例えばその海外のイベントに参加するような人とかだとしても、その近いとこだと意味ないですよ。台湾でイベント、ポケモン GO のイベント、ちょうど来週あたり行われますし、あとはそのだろう、アジアだとどの辺だろう、シンガポールとかもダメだな。近いところだと結局意味がないですよね。まあ、その辺に行ってポケモンゲットしたとしても意味がなくて、まあだから僕はまあ今回ね、これを達成するために、アメリカとかドイツはギリギリダメかもしんないな、放出しないとなって感じですね、個人的にはね。はい、まあまあまあ、でも僕みたいなね、そりゃポケモン GO がね、職業になってるようなやつだったらいいんですよ。もう僕は職業ね、ポケモン GO の人みたいな感じじゃん、なんか職業欄になんて書くよっていう、トレーナーって書くわ。ちなみにこのタスククリアするとですね、日本でこのタスクを開けるとハブネークが出てくるそうです。そうなんです、ハブネーク。今日本国内だとザングースしか出ないですよね。で、ザングースが出る地域はハブネーク、ハブネークが出る地域の人はザングースがそれぞれこのタスクから出てくるそうです。あとは、そう、他にもタスクあるんですよ。タスクの中で面白いなと思ったのが、ギフトを25個送るっていうやつがあって、ラプラスかな、が生まれてきますね。あとはなんだっけな、ノズパスが出てくるタスクがあって、これがね、フレンドを1人作るんですね。はい、フレンドが1人できると、ノズパスのタスクができるそうです。一番の注目株はこの、1万キロですね。はい、ただ1万キロ達成できないっていう方が絶対にいっぱい、もう多分日本国内だけじゃなくて海外もね、普通にいっぱいいると思うんですよね。海外によく遠征する方、そういった方の持ってるポケモンたちに価値が、あるかなと思いました。あとは7キロ卵、ギフトを送ってくれた人がどこで取得をしたのか、どこのポケストでそのギフトを取得したのかによって生まれてくるポケモンの産地も変わりますよね。そういった海外の遠い地域にですね、フレンドがいる人、そういうところがギフトを送ってもらってきている人も、まあ、海外行ってなくてもです、
ですね、今回、まあ、この1万キロ達成は一応できるなっていう感じですね。まあ何にしてもやっぱでも少数派かなと思います、うん。結構上野公園の中、まあ、巣になってるんで、今なんか脇的に多分ねコイキングの巣かなんかだと思うんですよね、で、そんなところでも結構ザングースの影が今見えるんですよ。これさ、巣じゃないところ行ったらその分またあれになるんじゃないかな、ザングース脇増えんじゃないかな、吸われてるはずだから絶対。ということでちょっと今から秋葉の方とか行ってみようかな、街中ですよね、はい。まあ、ちょっとね、2駅か2駅歩くだけで、まあ秋葉に着きますので、さっきの5キロ卵割りも、兼ねて、ちょっとそっちの方行ってみようと思います。色違い出た、ちょっと待って、色地が出た。見える？見えない？これ見えないね、これ。お前じゃない、今欲しいのはお前じゃない。まあ、でもありがとう、出てきてくれてありがとう。ちょっと引き続きザングースとりあえず取るわはい、秋葉原の方に来ました。で、秋葉原にちょうど今ここ駅前かなんかでやろうかなと思ってたんですけど、おやりましたね、卵ね、割っていきましょう。5キロ卵が5つ、うん。この中にですね、まあ、地域限定が入ってるかどうかっていうのもちょっと確認したいですね。やっていこう、1個目、はい。まあね、これでワンチャンね、色違いザングースっていうのもね、ありえますからね。さあ、どうなんだバルビートまあ確かにお前も地域限定だわそういえばそうだわ、そうだったな、うん、お前もだわ、バルビートイルミーゼ、はい。もう皆様もご存知の通りね、こいつもあれですね、こいつらジグザグ、たまげだっけ、はい。まあ、バルビートイルミーゼもね、今回のハブネークザングスみたいな感じで半々ですからね。なるほど、まあとりあえずこれ追加になってるのがもう今日の朝からね反映されてるのは確認できたと。ザングースが見たいんです、ザングースが、僕はザングースちゃん来ないかな、どこしょーっと、たまげだっけ、はい。4つ目、スタートかな、4つ目でもう一回限定なんか、あーそっか、そうかそういう感じね。進化も途中ぐらいか、はい。色違いは実装されてるが、まだ卵からとかでは見ていいな。6連だったのか、オッケー。さあ、これでザングースが出たりなんかしちゃって、おそっちか、おー、なるほど。いや、ちょっと待てよ、でもつうことはよ、つうことは俺思った、確率高いんじゃないか。今ね、ほら見てください、1,2,3,4,5,6個、6体ですね、割ったんですけど、6体中地域限定がバルビートとアイアントっていう感じで2匹出てるんですよ、2種類出てるんですよ。これめっちゃ確率高いのでは。なんか地域限定たちのその確率自体を普通に卵の中から上げてくれてる説あるな。これ積極的に割った方がいいかも、ちょっと5玉をバンバン割っていこう。やっぱこっち出てきても意外と出てるって感じですね。街中でも公園でも結構出現の数は多めかな。おら、ザングース通常から、今ね、ちょっと秋葉から動きました、はい。秋葉ね、いっぱいね黒玉出てたんでね、そのまま引きたかったんですけど、それよりもですね、ちょっとお見せしたかったのがですね、はい、今日からですね、ポケストップを回した時の XP ですよねっていうのが増加していて、かつこれ、はい、今ね僕これ小伝馬町っていうね駅のすぐ近くなんですけど、この辺僕あんま回してないですよね、回してないポケストップがいっぱいあって、ここのですねリングがついてるポケストップ、まあ、通常時でもねポケストあれじゃないですか、リングがついてるやつって初めて回すポケストップって経験値多いんですけど、今回からよいしょ、はい、よいしょ、経験値左下に表示されます、シュルリンって、はい、900、ポケスト回すだけで900経験値、激アツじゃないですかね、とんでもないですねこれね。ということで今ね900って出たんですけど、僕幸せ卵今使ってるんでそれの効果も乗ってます、はい。なので幸せ卵を使って普段降りないトップでもポケストップだって1個で900だから12個ポケスト回したら、今回の期間中ね幸せ卵砕いて回したらもう1万もらえるんですよ。1万って
1万はやばいでしょ。はい、ということで、まあ、みんなもねこれ XP ね、しっかり取っていきましょう。まだ TL40 じゃない方々ね、頑張っていきましょう。はい、ちょっとですね、トレードのタスクを進めたいなと思いまして、会社の方に来ました。おはようでちゃん。おはようございます。おはようございます。でちゃん、あれだよね、なんか、一週間ぐらい実は夏休み。そうです。でしたね。はい。長いことお休みいただきました。いい、どうでしたか？リフレッシュできましたか？リフレッシュですもん。あ、リフレッシュですか？社会復帰できるかなっていう時は、今ね。今もう、してないかもしれないぐらいの感じ。まだ迷ってますね。ダメだよ。はい、ということでそんなダヨちゃんをね今ね待っていて、今がちょっとトレードですね。はい、はい、今3つ僕貯めたんですよ。世界観光の日のこのいもう1万キロ、はい、はい、長い長いっす、ね、これね多分ねダヨちゃんか俺がそれぞれ2本のやつを出して、もう片方が多分もうめっちゃ遠いところのやつ出せばいいんだけど、何個かちょっと国パターン見てみようか。はい、ね、一回ちょっと距離見てみようか。おお、やっぱり、僕がこの前カナダでやったやつを交換すると15,538ですね。うんうんうん。なので、だからクリアですかね。そうだね。うん、ちょっとまあこのままトレードしてもいいんだけど、一回ドイツかなんかをちょっと俺サルベージしてみるわ。オッケー、ドイツを出そうとすると、あ、やっぱりそうなんですね。ヨーロッパはだからちょっと近いんだ。いやあ、そこでダメなんだね。本当きついっすね。そうですね。まあ、なので、アメリカさん、僕が持ち合わせてるポケモンの中で言えば、アメリカさんかカナダさんとかを出すことにやっぱりなりますね。はいはいはい、よし、それじゃあね、じゃあ闇、あ、これ闇闇嫌ってほしいな。はい。答え100欲しいんだよね、今僕。そうですよね。そうだと思ってた、はい。そうです。ありがとうございます。それでは、第5世紀のトレードでいきましょう。はい。はい。で、星の砂もね、今75なんでね、カットされております。コストがね、はい、安くなっております。おし、いってらっしゃい、カモン、おいでおいで。そしてすごい、もう一気に3つバンバンバンでタスクがこなせました。はい、ありがとうございます。誰かがいるね、トレードねできませんからね。どうなんですか。さあどうなんだ。嫌ってこない、嫌ってこない。いやー低い低いおし、それではですね、こっからなんですよ。そうですよ、重要なのはこっからなんです。はい、リワードを受け取るで3つ下に今ハブネークが入っておりますので、うん、はい、もしかしたらこれハブネークの色違いが出てくるかもしれないんです。やっていきます。いきましょう。それではまず1個目開けさせていただきます。レッツゴー。久しぶりのハブネークさん、ゴー。はい、通常カラーでございます。はい、通常ですね。2個目のハブネーク、レッツゴー。来い、キラリンと、キラリンと、いやー来ないや、来ないだなお前は。ラス1いきましょう。開けちゃうよ、あげてしまうからね、行くよ、来いよ、来いよ、光って、どうだね、光らない、はい、光らない、そう、甘くない、甘くないですね。まあ、そうだよね、俺も見たかったです、ね、いやしょうがない。まあまあまあ、ザングースもね、色違いまだ僕出てないんで、それは、ね、きついですよ、ハブネークもね。はい、はい、ということで、まあ、今回こんな感じでですね、色違いがハブネークとザングースそれぞれに実装になりましたと。でザングースに関しては日本国内野生結構出てます。卵からとかでもね、もう出現報告普通にありますので、皆様、卵割ったりとかザングースいるやつをバンバンタップしていきましょう。あとハブネークに関してはですね、基本的には野生では出ません。いや、基本的には絶対出ません。日本ではね。入れ替わるまでは絶対出ないので、皆様のこのタスクですよね。こなせる方はこなしていきましょう。ただまあ、身近にですね、もうこの1万キロ、成立できるような条件の人がいるかっていう話なんで、推奨っていうことは、まあ、無理ですね。推奨は全然できないレベルでございますので、まあ、できる人は、幸運だと思ってやってみてください。はい、ということで、じゃあ皆様ね、今日から一生懸命、ザングスゲットしていきましょう。あと経験値も美味しいので獲得していきましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。あとダイヤちゃんもね Twitter やってますんで、はい、ダイヤちゃん最近フォロワーがすごい多いんですよね。フォロワーありがたいことに、ありがとうございます。ちょっとずつ上がってきて、まあ2万人目指せ2万人で、2万人です、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということでぜひフォローお願いします。はい、それじゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい。